鹿間町の試食会の会場には炊きたての新米が用意されて、地元の子どもたちや農家の人たちに振る舞われました。新米は先週町内で収穫された一目惚れと笹錦式です。 JA 上四つ葉によりますと、今年は昼と夜の寒暖差が大きく、また適度な雨が降ったことから、心配された猛暑による高温障害がほとんどなく、品質の良い米ができたということです。新米らしくて香り良くてとっても美味しいです。まだうちでは食べてないんですけど、美味しいです。とっても甘いんですよね、新米は。農家さんがこうやって頑張ってくれるおかげで、自分もこうやっていっぱい食べて、でかくなれるんで、その点に関しては結構感謝でしかないです。試食した人たちは香りや粘りなどを確かめながら、新米を美味しそうに味わっていました。県内の JA グループが取り扱う新米は、明日からスーパーなどで販売されます。